はい、こんにちは、カッパパです、これからね、ご紹介する動画は今から約一月前の5月の17日、緊急事態宣言解除後なんですが、移動は県内だけの頃ですね、僕の動画にも何度も登場している今年80歳になる母と日光の富山に登った動画です。ちなみにね、外山と書いて富山と呼びます。場所はね、地図のここです。この赤い丸のところです。ちょうどね、東照宮の駐車場から頂上まで1時間はかかりません。典型的な里山ですね。で、登山中にすれ違った人は、たったの1人で、山頂ではですね、女性の2人組と一緒でした。ただ結果的にね、そういったことで十分な距離を保ちながらの登山ができました。では動画をご覧ください。いい空だ。はい、もうすぐお社です。すごい暑くて、うわ日光の街か。そう、目の前が泣き虫山、ちょっと北側まで行こう、そこで休み。あら、立派な。はい、ここが山頂です。よいしょ。ああ、いいわ。はい、9時46分、はい、よいしょ、ちょっと座ろう、はい、ああ、ちょっとして眺める、はい、そしてから眺める。富山山頂です。お酒、おお、見事だね。はい、二峰山、右が赤薙ですね。そのこっちがね、霧降高原。はい、雲竜瀑はね、こっちの方面になります。はい、下山します。下山。あ、そうそうそう、ね、何も何しました。とりあえずコロナ緊急事態宣言解除後の、最初の山歩きということで、本当低山中の低山ですが、もう何回も来てるんで、まず遭難する恐れがないところに来ました。はい、ゆっくりゆっくり降りていきたいと思います。
はい、ありがとうございました。カパパでした。バラバラだよ。